はいどうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、リーです。さあ本日なんですが、皆さんは化合獣というテーマご存知でしょうか。吸気最強と、言われている吸気最強テーマ何個あんだよみたいなね。あの前回ね、あのトラミットっていうテーマとか、あと結構前ですけども、あの獣域最強と言われている、ウォークライとか、ああいうテーマ結構いっぱいね動画にしてきてるんですが、今回は吸気最強と言われている化合獣というテーマ、これ取り上げていきたいなというふうに思っております。これ化合獣ね、何かっていうと、どういうテーマかっていうと、デュアルなんですね。デュアル、皆さんデュアルっていうテーマ触ったことあります？デュアルってね、効果発動するのにね、召喚系2回使うんですよねこの召喚成功値に強い効果いっぱい存在しているこの世の中、なんとデュアルモンスターっていうのは普通に存在してただのバニラモンスターでございまして、2回召喚しないと効果が発動しないっていう劇的にヤバいモンスターたちなんですね。でその中のさらにヤバい化合獣っていう、このテーマです。今日使っていくのは、あのね、先に言っておきますけども、あのエースモンスター一応化合獣、超化合獣メタンハイロってやつなんですけども、あのね、化合獣テーマ、相手のターンに妨害する効果一切ありません。ビビりますよね。一切相手のターンで妨害する効果ありません。一切一切合切なので、ですね、まあ、一応最強なんですけども、一応その最強、まあ、ギミックをサポートするためにいろいろいくつか今回はね救済ギミックが入っていまして、あ、救済って言っちゃったあの例えばエクスパラディンからの、あのイゾルデからの、アナコンダデスフェニーとかね、でからの、煙玉破壊して相手のハンデスをするとか、あとなんかそのバーンアウトで出てくるレベルのモンスターが8だから、なんかポップイヤーでバロネス出すとか、なんかすごい、あの強引になんかめちゃめちゃ強引になんか、あの動こうとしている形跡は見えますけれども、基本的にその化合獣ギミックが何をするかっていうと、ね、一応ねこのね、スパークフィールドっていうカードとこのダイマーシンセシスっていうカードがまあそこそこ強くて、こいつ書いてることやばいですよね。このあのダイマーシンセシスはなんか化合獣デッキじゃないと許されない効果しまして、あのね、あの以下の効果から1つを選択できると、で発動できると、まずデッキからスパークフィールドを持ってこれる、まあテラフォーミングですね、それからデッキからなんかバーンアウトと化合獣を手札に加えるっていう、なんか1枚で2枚させてるっていうやばいこと書いてあるんですよ。これ化合獣じゃなかったら許されませんちなみに化合獣はこの2枚サーチしても多分弱いですで一応もちろんこのカードを除外するとなんかうんぬんかんぬんみたいな効果がありまして、打点がアップしたりなんかうんぬんかんぬんするっていう、はい、効果がありますと。で、スパークフィールドが何するかっていうと、フィールド上に存在する限り自分はレベル5以上デュアルモンスターを召喚する場合、必要なリリースをなくすことができるということで、上級モンスターでもポンポン出していけるっていうことですね。で、一応こいつが存在していると通常召喚に加えて、一応だけ自分のメインフェーズにデュアルモンスターを召喚できるっていう効果がありますんで、デュアルモンスターの効果を、まあ、これがあれば出してすぐ召喚って言って発動していくことができると、これ結構強いですね。はい、まあ、ただこんなカードがないと逆に言うと、あのデュアルモンスターはただのバニラなので、これがないと動かないっていう、逆にね言うこともできます要は効果を発動するためにカードを2枚使わなければならないということですね。で一旦に一度相手のフィールドのカードを1枚の対象として、自分のフィールドのもう一度召喚されたデュアル状態のモンスターをエンドフェーズまで除外すると対象のカードを破壊するということで、一応相手を破壊することもあると。まあ、このフィールド魔法結構書いてることかなり強いので、まあ、一瞬強いかなって思うんですよね、と思って俺も作ってきたんだけどね。まあどんどん化合獣が抜けていったんですけども、一応、化合獣モンスターで、展開していくにはトラップカードが必須になってまして、なんでか知んないですけどこのテーマなんかねトラップカードで展開するんですよね。押せえっていうクソ押せえっていう、まずバーンアウト、これは自分のフィールドのオメガ表示の化合獣モンスターを除外するとデッキから化合獣を2体特殊なんでいるっていう、ちょっと強いと書いてるけど、トラップなんですよ2枚で2枚出すトラップんっていう、はい。で、まあ、一応ねデッキから化合獣出せるんで何でも出せるから上級モンスター出してきてレベル82体並ぶんで、オーバーレイっていうことができる。で、デュアルアブレーション、これ結構強くてね、自分相手のメインフェーズに手札を1枚捨てると、デッキからデュアルモンスター特殊化するか、デュアルモンスターをリリースすると手札デッキから戦速この特性を特殊化できるという感じになっている。で、デュアルモンスター、デュアル宣言したモンスターをリリースすると、フィールドのカードも1枚選んで破壊するっていう効果もついてくるという感じですね。で、デュアルアブレーションで出してきたモンスターがデュアル状態になっているから、例えばこの、ゴールドナイトっていうモンスターで、デュアルモンスターと書かれているカードをサーチしたりとか、それから、エベックで、自分の墓地の戦術炎属性、
かデュアルを特殊召喚できるということで、まあ、例えばこういうねあのゴートフェニックスギアフリード出したりとか、まあ、そういう動きをしていくっていう感じですね。あ、もちろんデュアル状態になって自分のターンに使えば、この辺の加護獣モンスターの効果全部使えますから、まあ、割と強いかなっていう。で、デュアルのじゃあ今日は何を活躍させていきたいかというと、一応エースモンスターこいつになってまして、超加護獣メタンハイドこれなんですよ。レベル8デュアル ×2 っていうあまりにも厳しい召喚条件めちゃ厳しい召喚条件で、出すんですけども、これ効果 1,2,3 あるんですけども、あのね全部大したことありません。効果一応読みます、このカードがエクシー召喚成功した時、自分の墓地のデュアルモンスター1体対象を取り、そのモンスターを特殊召喚すると、はい、まあ、一応これ強いように見えるんですけど、レベル8デュアル ×2 で作ったモンスターは蘇生できないんですよ。なんでかっていうと素材取り除かないんで、これ効果がで素材使えないでしょ。あのエクシー召喚成功したら自分の墓地のデュアルモンスター特殊召喚できるんだけど、オーバーレイとなってるから、あの普通に出したらだからね、あのねそいつは出せないんですよせめてなんかな、ここなんとかしてほしいな。で、2番目、エクシー剤を持ったこのカードがモンスターのみ存在する限り、相手は自分のフィールドのデュアルモンスターを攻撃対象にできないし、効果の対象もできない。はい、ありがとう。で、3番目、デュアルモンスターが召喚に成功した時、このカードの素材を取り除いて、相手は自分のデュアルフィールドのカードを墓地を送んなきゃいけないと。なんかちょっと強そうなこと書いてあるし、これ単一制限ないんですけど、デュアルモンスターが召喚に成功した時なんですよね。だから召喚権を使うか、またはスパークフィールドの効果を使って出した時ぐらいでしか発動ができないんですよね。これ結構辛くて、でしかも特殊召喚とか反応してくんないし、しかもさらに相手は自身の手札フィールドのカードを追って、相手が選んじゃってるんですよ。これ相手が選んでですね、これこれがエースです。これが加護獣のエースなんですよ。将棋の事実、今明かされる将棋の事実。というわけでね、このあまりにも最強テーマと言われている加護獣、なんとかして、使っていきたいというふうに思っております。デュエルスタンバイ。さあ、加護獣くんのパワーをお見せしてやるぜ。旧期最強と言われているこの最強のカードたちのな、まず増援発動で、まずエクスパラインで全然加護獣じゃねえけどな。召喚騎士エクスパラディンを召喚、効果増、エクスパラディンの効果により、デッキからチューンナイトを装備、そしてチューンナイトを装備解除。先に皆さんにお伝えしていくことが、あのしておくことがあるんですけども、あの加護獣デッキっていうのはですね、相手ターンにやること一切ないんですね。はい、デュアルだったらまだデュアルスパークとかそういうカードあるんですけど、加護獣に関しましては、やること本当に相手なんで何もなくて、どうしたらいいか逆に教えてほしいレベルです何したらいいのかなっていう。一応ね、このエクスパラディンが、まあデュアルモンスター装備できたりして、デュアルっぽい効果してるんで、まあ、一応入ってはいるんですけど、まあ、相性良かったりするんでね、まあ、ぶっちゃけこの動きするのが一番強いなっていうことで、今回はベルテアナコンダ君からの煙玉っていう最強の、ムーブを採用させていただいております。はい、これくらいしか、やることがありません。やれることがありません。加護獣で動いたら多分やることがなくなるんで頑張れ。なんかね、そのやっぱその相手ターンにやることがないテーマっていうのはなかなか厳しいですね。デッキ作ってて思いましたよ。はい、ではこれで1枚ハンデスを食らわして、相手のハンドを見ながら、レッドアイズね、はい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 、レッドアイズイングね、すげえカード入ってるな。ヘルモスのセット書いてるわ。とりあえずちょっとバック破壊されるの一旦道のりのせいから、レッドアイズメザルナイトギアクリードをね、あの墓地のクッとことにしましょう。これでエンドじゃないでしょうか。一応ポップイヤー飛行隊がレベル8出せるんで、バーンアウトがなんで、まあ、バルネス出せるかなと思って入ってるんですけど、まあ、こういうハンドだとちょっと若干って感じかな。デストリフィリックス外レッドアイズフュージョンね、 OK、 レッドアイズフュージョンは全然 OK で、まあ、そいつは出てきた瞬間にぶち殺せば、まあ、そんなに問題はないかなって感じだから、まあドラゴンオブレッドアイズが出てくるわけでもないのでね、ドラゴンオブレッドアイズ使わせてほしいですよねあれ使わせてほしいわ。あれさ、もう本当にさ、なんかああいうカードこそさ、あれだよな、なんかこういうマスターデュエルなら使えますよみたいな感じにするべきだと思わない？ドラゴンオブレッドアイズとか、
まあ、魔導サイエンティストとかそういうなんかアレンジとかカード、なんか全然使えるようになんねえけど、いつになったら使えるなんだよ禁止カード。バトルいいだろ、バトルで破壊されるくらいなら自分で破壊されるわ。デストロイフェニックスガイの効果を発動、相手のカードを粉砕していく。はい、で粉砕されたのでデストロイフェニックスガイの効果を発動。これでですね、一応ですね、デュアルアブレーションで、できたら、デュアルモンスター特殊召喚できるんですけど、これで出してきたデュアルモンスターが、デュアル状態になっているというね。まずそもそもまず展開でトラップっていうね。展開でさ、展開でトラップって展開してるのやばいよな。まあ、強いんだよね、やってることは。やってることは強いんだけど、なぜかトラップ。で、ゴールドナイトの、特殊召喚成功時効果、これデュアルモンスターなんですけども、デュアル状態になってるんで、今、デュアルアブレーションで特殊召喚しながら。なので、ダイマーシンシシスとかいう最強もカードが持ってこれると。神。神。セット。いいだろ。まあ、このくらいのね、あ、今回ちょっとフリー対戦でやらしまってるんですけど、フリー対戦レベルのパワーじゃないとマジで勝てない。もう、本当に。ランクはなんなら10連敗ぐらいした。ダッシュ外。最強すぎてね。最強すぎ、強すぎて10連敗ぐらいした。で、大王騎士特殊が。で、デストロイフェニックスが戻ってくる。はい。フリー対戦でデストロイフェニックスが使っていいかっていう問題はあるけどな。で、ダイマーシンセシス発動。バーンアウトと化合銃を持ってくるとかいう最強の効果。1枚で2枚をサーチするという。デュアル出ないと許されない。化合銃出ないと許されないような効果をしている。あ、オクシオクスか。やばいよな、やってること。マジでやばいわ、やってること。で、ですね、ここでデュアルアブレーション使いますか。デュアルアブレーションの効果で、反動を1枚切ることによって、デュアル状態の、モンスターをデッキから特殊召喚できる。このトラップカードマジでさ、永続魔法かなんかにしてくんねえかな。これ先行書店で使えたらめっちゃ強いんだけどね。これなんでトラップカードにしたんかな、意味わかんないんだけど俺。これトラップカードにしたやつ頭おかしいだろ。で、バーンアウトの前に、こっちだけだ、カーボンクラブ発動。で、カーボンクラブ効果、墓地送るのはこいついいか。で、トラップカードね。トラップカードからトラップカードっていうね。展開にトラップ2枚使ってるっていう。遅いだろ。ここ魔法カードにしてくれよ、せめて。せめて魔法カードにしてほしかった。で、ヒュードラゴンと大王騎士出して、で、自分の墓地にはデュアルモンスターは一応いるか。まあ、召喚してもあんまり意味ないな。レベル8の。デュアルモンスターかけるとかいう意味わからん召喚条件でエクシエンス召喚、あらあら超加工中メタンハイド。で、デュアル宣言効果発動。超加工中メタンハイドの効果により相手の手札またはフィールドのカードを相手に送らせるという効果。これもさ、なんでこれ相手に送らせちゃうの、これ自分で選べよ、せめて。で、スパークフィールドの効果発動して、さらにどっちだ、エベック、これデュアルできないのか、これ一回召喚機使っちゃう、あ、間違えたな順番、ちょ、まあいいか、エボロテクターエベック特殊召喚、そしてメタハイドの効果発動、相手のテクダまたはフィールドのカードを相手に送らせる。なんで自分で選べねえんだよ。なんで自分で選べねえんだよ。そして進化号獣大王騎士のモンスター効果発動、自分の墓地に存在する化合獣をゲームから除外し相手のカードを破壊、ほらこれはここまでやって初めてなんかなんとなく動けてる風に見せてるけどね、こんなこと現代遊戯王で許されませんからね、こんな自由に動かしてくれるデッキほぼありませんからね。はい、特殊召喚するモンスター一応いろいろレベル8になるのか、もういいや、もうバトルフェイズだ。 いやーこのデッキ正解わかんないわマジで。
誰がちょっと俺の代わりに加護獣を救ってくれ。対戦ありがとうございました。今までデッキ握ったデッキの中で一番強い、このデッキ本当に一番強い。このテーマ、このテーマ何していいかわからん。このテーマ何していいかわからん。助けてくれ。タイマー新生成発動。なんかまあきついね。加護獣とかいうテーマ、そもそもさ、やっぱさ、モンスターの効果発動するのにさ、なんで2回召喚しないといけないの。もうおかしくないっすか。その辺のモンスター大体召喚したらなんか1枚持ってくるとかいう効果持ってるぞ大体。まあ、このカードだけは強いけどな、ダイマシンシジスとかいうカード。このカードだけはなんか1枚か2枚とか強いけど、エクスパラディに召喚するわ。ちなみにデュアルモンスターたち使っても相手ターンマジでやること1個もないんで、なんか相手ターンに妨害するみたいなことは1個もないんですよ。強すぎて吸域最強だから。最強すぎて相手のまあ何だカードの発動とか全然妨害しないから、あのね、一旦ちょっとね、まあ名誉デュアルモンスターであるね、このゴッドフェニックスギアフリードさんと、デストロイフェニックスガイ君に一回先行案任せてます。やることがなさすぎて。マジでこれが一番強いもんな結局。でリナルド特殊なんだろ。でリナルド特殊が成功し効果で、スーペルビスを回収すると。はい、オッケー。これカード増えてるでしょ。これは強いでしょさすがに。でアナコンディングしていこう。はい。デュアルとはみたいな盤面になるけども、まあそれはまあそんなに関係ないといったところ。スパークフィールド発動して、でですね、オキシンオックス召喚ですね。はい、オキシンオックス召喚して、でスーペルビス装備ですね。はい、でこれでデュアル状態になると。これ効果発動するまでにどんだけさ展開しなきゃいけないのっていうね、展開力ないくせに。でヒュードラゴンを特殊召喚でレベル8にしていくと。でレベル8のモンスター2体でオーバーレイ。さすがにタイタニックギャラクシーじゃない。はい、ここと、まあ、バーアート使えないけどもいいか。いやバーアート使えないけどまあいいや。はい、これが一番強いと思う守備。はい、150消えた。スーペルビスは今あんま関係ない。でベルテアナコンダの効果を発動。ベルテアナコンダの効果によってフュージョンディスティニーを墓地の食って、でデストロイフェニックスガイ君を出していく。妨害用意するのにどんだけカード使ってんだよってね。はい、でインストキュメでも発動してデスフェニー装備で、デスフェニー効果で煙玉とベルテアナコンダをぶっ壊して、で煙玉の効果発動して、あ、ガイア君ですね。なるほど、ガイア、うわ一滴きつ。一滴とかいうカード無理でしょこれ。一滴とかいうカード抜くしかなくねこれ。テラフォ、インスタントフィジョン、カップ麺とテラフォとガイアとあのトラップな、暗黒騎士の。オッケー了解した。でトップが何か分かんない。オッケー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 、まあいいだろう。いやーこれなかなかに鬼畜ですね。これだって加護獣やることないから先行こうするしかないからね。これ相当頑張ってる方です。これちなみにこの盤面作れたらなんならめっちゃ強いまである。加護獣でここまでの展開するのめちゃくちゃ大変だからね。テラフォーミングね、まあ、それはいいんじゃない。まああのデッキは融合止めちゃえば別に大丈夫っていう話あるんで、スパイラルフュージョンかなんか止めればいいんじゃないですかね。はい、あのタイタニックギャラクシーで一応あのデストロイングフェニックスガイ君がいますんで、デストロイフェニックスガイでなんか打点が下がるんですよね。あのガイアってもともと2600打点がないといけないので、一旦ちょっと魔法カードはもうなんかダラドロしてるわ。はい、あのスパイラルフュージョンで止めるわ。で竜の霊廟とかいうカード発動されたけどそれも別にいいや。竜の霊廟はこれ何落とすやつ。あドラゴン族ブルーアイズ、なるほど、ブルーアイズは、ジェットドラゴン、あーなるほど、めんどくさいね。ジェットめんどくさいな。
ジェットは非常にめんどくさいぞ。ガイアね。はいはい。で、ガイア効果で、守備表示で特殊召喚何かしらのドラゴンができると。来たか？あの、ロワレシ流カーソボドラゴン、なるほど。特殊召喚時、デッキから暗黒騎士ガイア系のカードを1枚手札に加えることができる。OK です。いいでしょう。スパイラルフェイジョンいいでしょう。そのスパイラルフェイジョンとかいうカードを止めればいいから。基本的に。スパイラルフュージョン。希望海流タイタニックギャラクシーのモンスター効果を発動。相手が発動した、魔法カードの効果を無効にし自分に吸収する。プルリン。さあどうする。融合ができんかったな。エンドいいだろう。デストロイフェニックスガイの効果、デスフェに破壊してカード破壊する。でスパイラルリボーンね。オッケーで、ジェットドラゴンが特殊召喚される。で、デストロイフェニックスガイの効果で、デストロイフェニックスガイが特殊化されると。で、ジェットドラゴンくんは非常にめんどくさいんですよ、あれ。他のカードが効果、破壊耐性得るみたいな効果あるのと、あとあいつがなんか、バトルする場合、なんか、バウンスできるみたいな効果ありまして、あれめんどくさいんでパクります。化合電解。いやー、ここで化合銃引けないか。ここで化合銃引いてればワンチャンあったんですけどね、化合銃の活躍する未来も。ここでワンチャン加工銃引いてれば加工銃が活躍する未来もありましたけれども、今回はちょっと加工銃くんはお休みといったところでしょうか。さあ、ゴッドフェネックスギアフリートのモンスター効果、ヌスットの煙玉をゲームから除外し自身を特殊召喚できる。ほっ、こいつ殴るときに、ね、他のモンスターをパクるっていこうと思ってますんでね、バトルフェイズ。さあ、ゴッドフェネックスギアフリートで相手のモンスターに攻撃する。そしてダメージステップ、ふん、どりゃおお、6400削りきれない。これは普通にバトルだ。ゲッドラーおらさあ、一匹も加護獣がいねえ、この最強の加護獣デッキ。加護獣とはみたいな。もうなんならコストにして、なんならコストにしてスパークフィールドなくなったわ。ああ、なんならな。で、やることねえな。ディナール どこ出しておく必要もねえな。これエンドだな。現実はこんなもんよ。いや、ほんと現実はこんなもん。マジで。加護で勝とうとするとね、ほんとにアドバンテージ稼いでくれるモンスターほとんどないから、いやまあ、ここは普通に止めますよ。希望海流タイタニックギャラクシー君の効果を発動。さあ、相手のインスタントフィージカップ麺の制作を完全に無力化していく。今お湯とか入れてる暇ないから。はい、ありがとう。さあ、手札1枚残り。相手はエンド。残念ですね。これ、加護銃が一匹も。せめて最後に加護銃引いてくれ。現実は厳しいっていうことを皆さんにお伝えできればよかった、いいかなと思ってます、個人的には。はい。一個言っていいか、加護銃どこ行ったんだよ。増援ある、バーデュアルアブレーションある、墓穴ある、うん、リナルド来てる、やばい、リナルド来てるはやばいな。リナルド来てるはちょっと問題があるな。まあ、いつもの通りですね、これね。はい。エクスパラディンが一番強いんで、エクスパラディンから動いていきましょうといったところ。全然デュアルでもなんでもないけどな、これ。あ、ちなみに、デュアルモンスター装備してると、なんか破壊されるとなんか自分の星からモンスター装備みたいな効果あるんですよ、これ。知ってました？皆さん、これチューンナイト装備してイゾルで出す動きしかしてないじゃないですか、多分。増人は全然無理だね。こっから一応特殊召喚ある程度するんで、ちょっと、墓穴ぶっこんで、はい。ただ、リナルド引いてんだよな。装備カードにアクセスできないので。どうしよっかな。まだリナルド2枚入れるほどのデッキでもねえっていうの、あんだけどね。2枚入れてもいいかもしんない。はい。で、まあ、いつもの展開かな。
とりあえずちょっと一回デスミだけ出して、今回ポップイヤー飛行隊とデュアルアブレーションがありますんで、バロネスが出そうですね、一応妨害的にはカゴジュとはみたいな話になるけども、一回ちょっとアブレーションだけ開いていきましょう。アブレーションだけ開いといて、ですね、そうだな、どっちからな、まあ、ダイオキシンか、シャリの軍艦、なるほど、やべ、これ寿司握られるやつだな、オッケー、いいだろう。チェーンで、まずとりあえずアブレーション発動する、で、アブレーション効果、デッキからデュアルモンスターを特殊召喚する、これデュアルジョーターになってるっていうね、効果なんですけども、特殊召喚に成功した時になんか、効果発動できるようなデュアルモンスター、意外といるんで、まあ、その辺結構入ってるんですけど、今回はちょっと、ホップイヤーか、ホップイヤー飛行隊からの展開をちょっと見せていきましょう。さあ、赤シャリの軍艦。赤シャリの軍艦。赤シャリの軍艦からの、何屋で出してくるかですね。まあ、でも多分ウニかな、ここは。あ、ウニね。はい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 。で、ウニの軍艦はかなり強いです、これ。一応、相手、メインフェーズ中なんで、効果、無効が打てると。自分メインフェーズに、相手のカードの効果を無効にできるとかいうフリーチェーンの効果。これ強いんだよ、普通に。ウニの軍艦の効果はいいや。軍艦どころ回線来た。ポップイヤー、いや、ホップイヤー飛行隊効果。さあ、ダイオキシン君の、レベル8を対象にとって、自身を特殊召喚し、ダイオキシン君とホップイヤー飛行隊で蜃気楼召喚を行うぜ。蜃気楼召喚、現れろ、フルエルド・バロネス、名誉加工獣、フルエルド・バロネス。加工獣どこ行った、展開来た。加工獣一体どこに行ったんだ、展開来た。ウニの軍艦効果、いや強い、相手の動き強くないか。ウニいらん、ウニいらん、もうそんなにウニはいらん、もうお腹いっぱいだって。もうなんかそんなになんかね、磯の香り俺感じたくないんだよね、あんまり。てかなんならちょっとウニ苦手なんだよね俺。リアルの話、リアルにちょっとウニ若干苦手っていうのありまして、ちょっと勘弁していただきたいんですけども、シャリの軍艦を見せつけられてから、これどうなんだろう、これウニ2体目くる、もしかして。そんなにいらないよ俺、いくらか、いくら強っ、強相手、いくらの軍艦の効果、うわ強っ、これやばいか、これ死ぬほど展開されるな。未来竜王とか出てくるぞ、これ未来竜王からのウニとかいうなんか地獄みたいな場面来た。これデストロイフェニックスが行くとバロネス君なんとかなる、これ。いやこれなんとかしなきゃいけないな、でも絶対に地獄みたいなこと起きてる。いくら型一番艦出てきちゃった。ウニの軍艦効果発動、うわーきちー、ウニこれ2体目やん、これダブルウニの構え。いやもういらない、ウニウニいらない、苦手なんだって、ウニ、うわまずいことが起きた。2体のモンスターでオーバーレイ、ウニ型2番艦2枚目来た、やべ、2皿は食えん、ウニ1皿だったらギリうまいと思うかもしれん、ちょ2皿目は無理。ウニ型2番艦の効果発動、バロネスと、デスクレニの効果を無効にして、あーそんなに無効にできるのか、フレルド・バロネスの効果で、それを無効にしていくという効果で、そこにウニを重ねられて、これで爆破すればいけんじゃない、これ。ここでさ、いやこれ多分爆破すればいける、無効になる多分、 OK、 これで耐える多分。デスレニ効果で、バロネスものとも破壊してしまえば無効にはならないから、強すぎだろ。ちょっとやばい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 、これどうなる、これこれどうなる、これ無効になりました、バロネスの効果も無効になります、これ。はい、無効になる。あーあーあやばいって、いてー
いてぇ、あぁいてぇだからいらないって言っただろ、もういらないよ、ウニは入る、これもしかしてギリライフ入れよ。いらないっていうネタ出してくるの迷惑じゃない？